ちょっと前だけどね、ワンコそば行ってきたよ。チョコ先生とボタンちゃんと行ってきた。妻はちょっと忙しくて行けなかったから3人で行ってきたよ。ルナさん全然食べれんかったわ。もともとそんな行けないなぁと思ってたけど行けなかったわ。全然食べれなかった。最初目標は20杯くらいかなーって思ってて、でもね、もっと行きたい。20、いやでも50は行きたいと思って、そしたら、もうすごいすごい超頑張って、超頑張って60。60が限界。もうさ、本当に辛くてさ、でも二人全然平気そうにしてるから嘘でしょーってなった。待って、みんな食べるの早、あれどんどんさ、入れてくからもうルナさん、1杯、2杯、3杯とかもう3杯分とかね、お椀に入れられてるから、もう無理ってなって、残しちゃいけないから、6、ちょっと切りよく60は行くぞと思って60は頑張った。2人はね、チョコ天ってはいくつだっけな。80くらいだったかな。チョコ天ってもう80くらいで、ボタンちゃんが100いってたね。じゃあ、ルナさんももっと頑張りたかったけど、無理だったー。食べれないよあ、飽きちゃうのかな、お口の中が。もう、拒絶反応が出ちゃって。味変、そう、あのね、味変しないと、お口の中がね、飽きてしまうの。そう、最初は美味しいとか思ってたんだけど、やっぱな、後半になると、うわってなる。もうボンボン入れて、食べてるとこにボンボン入ってくから、ふわもう無理だ。早めにやめないとどんどん入れられちゃうから。でもね、ワンコそばって初めての経験だからね、楽しかった。